腰痛予防に効果的な体操。お尻上げ。骨盤を持ち上げる運動です。お尻を片方ずつ引き上げます。戻しましょう。上体を横に倒しすぎないように注意します。リズムを変えます。早く、ゆっくりに戻します。お尻スライド。骨盤を交互に前に出す運動です。体を回旋させるようにスライドさせましょう。リズムを変えます。しっかりと戻して繰り返しましょう。ゆっくりに戻します。座ってマーチ。座ったままの歩行運動です。まずはゆっくりと持ち上げてみましょう。下腹部と足の付け根の筋肉を意識します。さあ、リズミカルに。繰り返します。ゆっくりに戻します。立ち上がり。立ち上がりの運動です。体を前に倒すことを意識しましょう。体を前に倒し、頭が最後、ゆっくりと体を起こします。体を倒してからお尻をついて元の姿勢に戻りましょう。繰り返します。お尻と背中の筋肉を使ってしっかりと引き上げるイメージを持ちましょう。
前曲げ立位編。立位で体を前に曲げる運動です。バランスを崩さないように注意しましょう。繰り返します。ひねり立位編。腕を上げた状態で体が真横になるようにひねります。足を動かさないようにできるだけまっすぐな姿勢を心がけましょう。繰り返します。